ドホナーニールネーから1960年2月9日、ニューヨーク市は、ハンガリー人のピアニスト、作曲家、指揮者。本人が生涯にわたって、作品を発表する際に名乗っていたドイツ5名、エルンストフォンドホナーにでも知られる。指揮者、ピアニスト、音楽教師、学校管理者として、多忙の合間を縫って、数々の作品を残した、作曲家。 音楽学校ではバルトークと同窓生にあたるが、ドホナーニ自身はブラームスの流れを組む19世紀ロマン主義音楽の伝統に忠実であり続けた。2番目の妻エルザガラフレはバレリーナでバイオリニストのブロニスラフ・フーベルマンの前妻であったが、エルザをめぐってフーベルマンとドホナーニは喧嘩騒ぎを起こしたことがあった。また、エルザはハンガリー語を話せなかった。 二人の息子のうち、長男ハンス・フォンド・ホナーに博士は、バイマル共和国で巧妙な法学者となり、その後ドイツ第三帝国において、岐阜、ディートリヒ・ボンヘファーと並ぶ、ハンナチ・レジスタンスの自己犠牲的な党主として、ドイツ政治史に名を残すこととなる。ハンスの長男クラウス・フォンド・ホナーには、政界入りし、ハンブルク市長を務めた。ハンスの次男クリストフ・フォンド・ホナーには、 世界的な指揮者の一人であり、祖父であるドホナーニ・エルネーが教鞭を取るフロリダ州に学んだ。クリストフの息子ユストゥスはドイツの俳優である。ドホナーには子孫が著名人になっただけでなく、その門下からもアニー・フィッシャーやゲザーアンダー、ミッシャレ・ビツキなどの往年の名ピアニストやフリッチャーやショルティラの国際的な指揮者を輩出した。オーストリア・ハンガリー二重帝国の教育者の家庭に、 生まれる。聖火は1697年に貴族の称号と紋章を与えられた家系であった。父親は地元ポジョニのギムナジウムの数学教師で、チェロ演奏の心得もあった。この父親より音楽の手ほどきを受け、その後ブダペスト音楽アカデミーに進んで、地元の教会オルガニスト、カール・フォルストナーにピアノと作曲を学ぶ。1894年に、 ピアノ家でイシュトバン・トマーンの講座と作曲家でハンス・ケスラーの講座を履修した。ハンス・ケスラーはレーガーのいとこにあたる作曲家でブラームスに傾倒して、その作曲技法を門下に熱心に指導した。最初の出版作品ピアノ50奏曲第1番破綻調、作品1はブラームスその人により賞賛され、その尽力でウィーンでも演奏される運びとなった。 1897年、オイゲンダルベールより数回のレッスンを受けた後、ベルリンでピアニストとしてデビューを果たし、すぐさま芸術家として結出した能力を評価された。その後のウィーンデビューでも同様の成功を収めてから、ヨーロッパ各地で学料を続け、成功を収めた。ロンドンデビューでは、ハンスリヒターの指揮でベートーベンのピアノ競争曲第4番を演奏している。 その後の講演活動では、訪米して名声を打ち立てた。同時代のピアニストが、ソロリサイタルや競争曲の演奏に活動を限っていたのに対して、ドホナーには、室内楽ピアニストとしても活躍している。ヨーゼフ・ヨアヒムに招かれて、1905年から1915年まで、ベルリン高等音楽学校で教鞭を取る。そのゴブザペストに戻り、 毎年100回以上の演奏会を催した。1919年にブダペスト音楽アカデミー委員長に任命されるが政治的圧力によって同年のうちに解任された。その後はブダペストフィルハーモニー還元楽団の音楽監督に就任し、バルトークやコダーイなどのハンガリー人作曲家の作品を普及するのに尽力したが自作はさほど上演しなかった。 1920年にはピアニストとしてベートーベンのピアノ曲の全曲演奏を実現した。1934年から再度ブダペスト音楽アカデミー委員長に就任し、在任中にモーツァルトのピアノ競争曲全27曲の演奏を達成するが、政治情勢から1941年に委員長職を維持することがままならなくなり、 ブダペストフィルハーモニー還元楽団も解散せざるを得なくなる。第二次世界大戦勃発後、二人の息子がナチスドイツと戦っていたが、ドホナーニ自身は、ホルティドクサイカのハンガリー王国に泊まり続け、非政治的姿勢を貫き通しながらも、その反面で、自らの発言力を駆使して、ユダヤ系の音楽家をかばい続けた。 ソ連軍がブダペストを包囲した1944年に武装親衛隊に護衛される形でドホナーニは妻と共に出国しオーストリア、アルゼンチン、メキシコを経てアメリカ合衆国へ亡命した1955年には市民権を取得しているフロリダ州タラハシーにあるドホナーニの破壊しアメリカでコンサートピアニストとしての経歴を取り戻すことは 叶わなかったが、作曲活動は続け、その間、フロリダ州タラハシーのフロリダ州立大学音楽科で10年にわたって教鞭を取った。同大学では2002年にエルンストフォンドホナーに、記念祭が催された。ドホナーには1960年にニューヨーク市で肺炎のため亡くなり、タラハシーのローズローン墓地に埋葬された。82歳ボーツ、ゲオルグ・ショルティ。 アニー・フィッシャー、ゲザ・アンダラを指導した。ドホナーには何かかけたら、いつでも電話をくれたまえ、何かしやがったら、いつでも来たまえというスタンスであり、ピアノのレッスンの際は、すぐに学生をどかせて、自分で演奏した。ショルティはこれに対して、教師としては、致命的な間違いと評しており、フィッシャーやアンダのような、手本から学ぶ能力のある学生にとっては有意義で、あったが、 才能のない学生にとっては不毛であったと述べている。ピアノのテクニックについての教則本も残しており、これは諸外国で翻訳された。ドホナーニの弟子の一人、ゲオルグ・ショルティは、ドホナーニについて、素晴らしいピアニストであった。彼の低米答弁は極めて自由であると同時に、フレージングと様式に対する、鋭い感覚に溢れていたと評している。ただし、練習を、 あまりしていなかったゆえ、演奏中に曲を忘れることもしばしばあり、その時は即興演奏で乗り切っていたとも述べている。なお、ドホナーに自身、あまり練習をしてはいけないと弟子に言っており、1日3時間の練習で一つの曲をものにできないなら、いくらやっても無駄ということだと語った。ドホナーには、ピアニストや指揮者として演奏だけでなく、録音にも意欲的に取り組み、 ピアニストとしては、ヨーロッパ時代から最晩年のアメリカ時代まで、録音を残している。自作自演よりも、古典的なレパートリー、とりわけ、モーツァルトやベートーベン、シューマンを得意とした。いくつかの録音は現在 CD にも復刻されている。ピアニストとしては、性格無比の演奏技巧と、独自の解釈によって知られ、近年、イギリスや日本で復刻が行われている。指揮者としては、 バルトークの舞踏組曲などの世界初演者として名を残した。作風は折衷的である。ハンガリーの様々な民族音楽の要素を取り入れているが、古代やバルトークのような愛国的な作曲家とはみなされていない。ドホナーニの創作姿勢はヨーロッパのクラシック音楽の強力な伝統により深く根ざしており、とりわけブラームスの痕跡が歴然としている。 いくつかの作品では、ブラームス作品からフレーズを引用し、先輩作曲家への経緯を明らかに示しており、また有名なピアノ曲、演奏会用練習曲集作品28は、ショパンの練習曲よりもむしろ、ブラームスのカプリッチョやインテールメッツを模範としている。しかしながら、他にも様々な影響を吸収し、成熟期の作風は、 アール・シュトラウスやマーラーの華麗なオーケストレーションや、レーガーの複雑な対方様式も取り入れている。都米後の作品、例えば最後の還元楽曲となったアメリカ教師局では、古いアメリカ民謡や、ジャズへの関心を着合わせている。演奏会用練習曲は、ゴドフスキンやラフマニノフによって、しばしば演奏、録音され、早くから有名であった。戦後のハンガリー政府は、 初期の政権発足時に弾圧したにもかかわらず、共産党独裁体制の末期に近づいてから、ブダペストの音楽出版社よりドホナーにのピアノ曲集を刊行した。ドホナーには編曲も多く手掛けており、シューベルトのー画なワルツ、ブラームスのワルツ集、ジプシー・フー・ロンド、ヨハン・シュトラウス二世のワルツなどのピアノ独創用編曲を残している。還元楽曲競争曲。 競争的、作品室内楽曲、ピアノ曲、歌劇、宗教曲、どうなに、n www.、www.env.f.www.env.f.2021 年1月18日、閲覧。abc ショルティ、36ページ。abcdef ショルティ、34から35ページ。どうなに、n essential、essential f i n g ク r exercises。 www.kotta.info.www.kotta.info.2021 ww 年1月18日閲覧。ありがとうございます。